雲津大橋にやってきました。雲津大橋、まあ、漁港が下にあるんやね。あ、漁港がありますね。で、向こうが日本海なわけですね、うん、はい、こんな感じでした。展望台があったので立ち寄ってみました。モロクイ、伐採したばっかりだね。さっきね、おんちゃんが伐採してましたね。あ、港が見えるのか。あのさっきの海岸がすごい綺麗やったのにね。ちょっとほら、だからあそこへ回ったら向こう側の方から見えるんで、あの三保の北浦ってとこがここのその一つの方やったので、でもまあ、ね、なるほど、うん、綺麗なところですけどね。三保の北浦やってきました。ここに展望台があって、とっても綺麗な海岸線が続いてますね。はい、こんな感じでした。明け島神社にやってきました。ここの海めちゃめちゃ綺麗です。透明ですね。で、あそこに小島があって、あの上に神社があるんですが、あのちっちゃな橋を渡っていきます。風光明媚なとこですね。海藻いっぱい。ここがなんか海水浴場になってるみたい。海水浴場、砂浜のところね。このまま海に転落しそうですが、住吉神社って書いてますよ。狛犬の本当、エメラルドグリーンの海ですね。で、社殿に到着です。太陽の向きが違えばもっともっと綺麗だろうね。はい、では参拝します。社殿からの眺望こんな感じです。絶景ですね。で、夕日がとっても綺麗なんですが、実はこの逆光の朝日の当たる時はこの海が真っ青に見えてとっても綺麗らしいです。まあ、時間的にちょっと今回は残念でしたけれども、ぜひその時間帯に訪れてみてください。では下ります。降りられるところがあったのでちょっと降りてきました。ここ崖ですね。はい、ああ、 すごい綺麗。南の島みたいな色ですね。はい、こんな感じでした。はい、海岸まで降りてきましたので同じ道を戻っていきます。笹子海岸にやってきました。ここは海水浴場のようですね。あ、とっても綺麗な海岸です。あそこで釣りしてますね。はい、こんな感じでした。